こんにちは。今日はトランスメタル2からスカージの変形をやってみようと思います。ものすごいまがまがしいメカイナゴですね。ただこの商品、基本的にメッキがボロボロになってしまう性質があります。僕が見てる中古品、大部分こんな感じでメッキが崩壊しちゃってます。なので遊ぶときは本当は手袋とかした方がいいと思います。この状態でもまだまだメッキが壊れてきますので、それでは変形をやろうと思います。まずはもう何がどうなってるかわからないんですけども、ここですね、これ実は腕なんです。なのでこのブロックを外します。ここに手首ありますね。そして見えてきましたね、腰のブロック、足のブロックになります。そしてこの巨大な翼、これをまず広げましょう。するとここに頭出てきます。上に上げて、ここのブロックですね、このブロックを展開させるんですが、この前にここです、お尻のパーツをガバッと広げます。するとそこから腕が出てくるんですね。体を起こし、そして腕のブロックを、腰を回転するんではなく腕のブロックをボディの横に持ってきます。これ左右同様ですね。そして腰のブロック、もう一度360度回転、つま先を出して背中のブロックをもう一度戻します。以上、こんな感じで変形は完了です。すごい異形な姿ですね。そして実はここミサイル、羽の中に隠れてます。これはもうワスピーダーからの伝統ですね。取り外して発射装置として発射することもできます。トランスメタルス2スカラシ、以上です。